はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。オルゾフランドということで、白黒の土地デッキです。はい、殴れるのがフロストドラゴンの洞窟4と目玉の暴君の住処が4と、はい、それ以外がまあ全て除去と判ですというね。あと一応これがあるか、黄昏の狂楽、まあライフ回復が必要だよねっていうことでね。はい、非常にシンプルなデッキです。まあさすがにね、土地破壊廃墟の地、まあ4枚までしか入れれないですからね。8枚あれば殴っていけるんじゃないかなという感じですね。はい、まああと向こうの国別とかね、ドゥームスカールとかソーサリーの除去が全部効かないと、虐殺事件もとかもそうですね、まあ、そこら辺が相手のハンドが腐っていい感じなんじゃないかなと思います。はい、そして今日めちゃくちゃ喉の調子が悪いんで、ごめんなさい、こんな感じです。はい、さあそれじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。はい、土地を出してターン終了。ライフゲインか、これはいただきましたね。もう多分この時点でほぼ勝ち。おー、どっちが鬱陶しい。まあどっちでもいいか。どっちこっちなさそうっすね。ね、ハンド見れるのはすごい楽ですね。間違えた。ただよく見たらこれドゥームスカール今打てないね。ターンもらいます。あー、ちょうど来ましたね。はい、ドゥームスカール。ハンドが強すぎる。まあでもあと土地引いてほしいね。なるほど、まあどんどん行きましょう。はい、真っ白。土地が欲しい、土地が。クレリッククラス、このカード確かリアにもついてるんでしたっけ。リアについてるね。まあ墓地なければ関係ないか。もう一枚平地が来るとかなり
安心感があるんだけども、もう殴っていくか。お相手動かんね。ターンもらいます。さあ、さらに降参兵か。まあ、もう一旦待つ。いや、めんどくさいか。さあ、先に悲哀の行進。とりあえず土地引いたら国別で全部吹っ飛ばしたいね、一回。一回リセットしたい、こいつらを。とりあえず土地引いたけど、次のターンか。まあ4点は食らいます。さあ、国別。さあ、土地で殴っていきます。さあ、これでターン終了。さあ、悲哀の行進 X6 で6点すっときます。まあ特に何もないけど、黄昏の享楽。さあ、クリーチャー化して殴っていきまーす。墓地はね、やっぱ掃除しとかんと。さあ、さらに古参兵。さあ、アタック。虐殺事件と。の怪獣とは珍しいですね。
はい、クレリッククラス。まあもうクリーチャー化する土地入ってないような気がするんで、いいですかね。まあメドアカリの更新もあるし、圧縮していきます。さあ、ダック、まあ片方ね、追放しときましょう。打っとくか。さあ、国別。さあ、ダック、ターン終了。さあ、悲哀の更新で2点吸っときます。さあ、アタック。ターン終了。さあ、レント7番か。どうしましょうかね。これで吹っ飛ばしてもいいし、ここで倒して殴ってもいいか。サタック。ターン終了。はい、オッケー。まあ、じゃあもらいましょうか。さあ、国別。さあ、目玉の防空の隅か2体でアタック。ターン終了。さあ、さらに目玉の防空の隅か2体でアタック。はい、ターン終了。さあ、裕福な亭主。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、対戦相手先行。さあ、7枚でキープ。ラクロスか。壊滅の熟達でちょっとなんか一回リセットしてどうかですよね。まあちょっと様子見ましょうか。雪上の結婚とか入ってるんであればプレインズ王か、フレンズかな。まあ一回ちょっと挨拶代わりに真っ白。ああ、なるほど。絶望将来トロルス。絶望将来が結構やばいかもね。でも雑に打たれてもかなり痛いぞ。そう考えるとあんまライフ減らされたくないな。まあ、ターンもらいましょうか。ああ、いいっすね。いいんですけど。ああ、ソリン来ましたか。ドローしてきましたか。
りあえずね、まあちょっと邪魔なんで。絶望将来あと3枚入ってるとして、少しでもねダメージ減らしていかんとやばいよね。まあそれ以外は多分全部対応できると思うんだけど、お相手だいぶ眠そうですね。ほぼ選択するところではないけど、さあターン終了。さあ飛んできましたね。ライフがごそっと削られるね。なんとこちらから動きにくい。土地が伸びんからなかなかクリーチャーがさせづらいね。やられるときつくなる。ハンド7枚が全て除去とは思うまい。こういうの嫌だね、こういうの。ちょっとまだ確定してないですからね、この壊滅の熟達が。だからまあとりあえずね、もうライフ削られたくないんで。土地引かんね、きついな、これはしんどい。もう全然土地伸びてほしいところですけど、で中盤以降になんか連続で土地引かされるのほんとやめてほしいよね。うわ、なんかいやらしいカード多いな。さあメイド明かりの更新、まあいいカード引いてきましたけど、土地が欲しい。やっと土地が来た。ここで4点回復しとく？いやもうちょっと回復したいよね、どうせだったら。ここで一発でかい回復できればかなり楽になるんでね。
まあのんびりやりますか。壊滅の熟達。おー、ロルスか。さあ、壊滅の熟達。なかなか厄介だな。壊滅の熟達。めっちゃしつい。まあ向こうも思ってるだろうけど。そろそろ殴っていきたいね。インスタントの除去入ってんのかな。なんかなさそうだよね。こんだけ盛りだくさんで入れてるとスペースないんじゃないかな。山の暴君の住みかをクリーチャー化させて殴ります。さあまずロルス。相手の雪上の結婚を完全にね、封じときたいね。さあターンもらいます。さあもう一回目玉の暴君の住処クリーチャー化して殴る。これでよろめくかい。さあターン終了。さあ目玉の暴君の住処2体でアタック。ターン終了。
ソリンか。おう、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。オルゾフランドということで、まあランク戦でまた使うデッキ考えてて、作ってみました。まあ相手のなんか腐るカードをねちょっと増やせたらいいなっていう感じで作ってみました。まあどうだろうな、勝率結構ね1試合ちょっとやっぱオルゾフ時間かかるんで、そんなに試合数やってないですけど、勝率はとりあえず悪くはなかったかなと思いますね。はい、ただまあ全く抵抗できずに負けるパターンっていうのはどうしてもありましたけど、これちなみに土地何枚入ってたっけ ?27 ですよね。なのにね、負けた試合って多分ね、土地悲観と負けたやつぐらいかな。ほんと何もできずに負けた。27枚で土地悲観のはもうどうしようもないでしょ、これ。まあ、しゃあないですね。はい、まあそんな感じで。土地好きの方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。